です。大砲と呼ぶピンク色の狩り着を着た役人に守られ、トネリが手綱を持ち、神様がご覧になる2頭の馬を引きます。古代は馬を神に捧げましたが、平安時代になると種類を有的人这么倒霉的朋友。Thank you.
だから、ベッドプレイ。